これはデモ音声です。写真拡大。阪神の矢野明弘監督52の単年契約での来季続投が9日正式に決定した。株式会社 AI によるデモ音声です。この日、大阪野田の電鉄本社で藤原孝興オーナー692シーズン終了を報告。これはデモ音声です。谷本球団副社長と臨んだ会見で、来季こそ期待に応えたいと2022年シーズンも指揮を取ることを明言した。株式会社 AI が提供するデモ音声です。ゲーム差なしの勝率わずか5厘差で優勝を逃した今季の収穫、反省点を挙げながら勝負の4年目へ向けてチーム全体の成長を誓った。株式会社 AI が提供するデモ音声です。矢野監督との一問一答は以下の通り。これはデモ音声です。オーナー報告。株式会社 AI によるデモ音声です。若手をよく使ってよく頑張ったというお話もいただきましたし、一方で優勝を逃したクライマックスも勝ち上がれなかったというところでは、まだまだ鍛えてさらに上を目指してほしいという激励の言葉もいただいた。株式会社 AI によるデモ音声です。なんとかこの悔しさを明日からぶつけていきたいというお話をさせていただきました。続投要請の発表もあったが、株式会社 AI が提供するデモ音声です。3年間できていることも言っていただきましたし、僕としても来季なんとかその期待に応えたいという気持ちになりました。今季を振り返って、株式会社 AI が提供するデモ音声です。開幕からいいスタートを切れましたし、交流戦が終わるぐらいまで本当に目指す野球ができました。株式会社 AI が提供するデモ音声です。交流戦以降はチーム全体が調子も下がってしまいましたので、ずっと首位にいたので苦しいというか、勝つのって大変だなというのも実感させてもらいました。デモ音声です。でも10月にはまたみんな本当にいい粘りを見せてくれた。株式会社 AI によるデモ音声です。そういうところではチーム全体の底上げ、チーム一丸となって戦う、そういうものはできたかなと思っています。株式会社 AI が提供するデモ音声です。だからこそすごく悔しいですし、これはデモ音声です。でも選手もそうですけど、僕も目の前の試合へ全力でやりきってきましたので、そこに対する後悔はありません。株式会社 AI が提供するデモ音声です。ただ勝ちきれなかったというところでは、チームとしての成長と僕の成長、これはデモ音声です。それが必要だなと身をもって感じています。手応えを得た部分、これはデモ音声です。チームが強くなる上では競争があってこそというのはずっと言ってきました。これはデモ音声です。今年はルーキーがその競争にすごく入り込んできてくれた。これはデモ音声です。一層競争が激しくなってチーム全体としても底上げができてきました。ルーキーの活躍。株式会社 AI によるデモ音声です。一番注目された佐藤輝も本当に夢のあるというか、そういう選手だなと。はデモ音声です。一方で中盤以降苦しい時間を過ごして、ここからプロ野球という世界で成長するためにはなくてはならない時間になったと思う。これはデモ音声です。伊藤将司は新人で2桁勝利、ローテーションも
1年間ほぼ崩すことなくやってくれました。株式会社 AI によるデモ音声です。中野に関しては1年目から盗塁王というタイトルを得たというのは本当にびっくり。これはデモ音声です。体は小さいですけど、子供たちにも夢を与えられるような、そういう魅力ある選手。株式会社 AI によるデモ音声です。でも他の中堅若手も黙っていないと思う。株式会社 AI が提供するデモ音声です。ショートにはいっぱい選手がいるので、そういうところでは誰が勝ち上がってくるのか楽しみにしています。新たな契約を結んだことについて。株式会社 AI によるデモ音声です。俺らの野球とかダイバースの野球とかを形にできなかったという悔しさは1年1年募る。株式会社 AI によるデモ音声です。それはやっぱり勝ってこそ言えること。これはデモ音声です。優勝したヤクルトの高津監督なんかを見ていると、1年間どう戦うかというところをすごくやりきった結果なのかなと。デモ音声です。目の前の試合を全力で勝つこともそうなんですけど、1年間どう戦っていくか、そこにも重点というか考えをもうちょっと足していく必要があるのかなと思う。